来た。現在42連勝です。いや、いいとこまで来ましたね。42連勝、なかなかここまで勝ち残ることは、まあ、我ながら珍しいので、この勢いに乗って自己ベスト更新。金リラへのリベンジを果たしていきたい。43戦目からやっていきます。まあ、言うても、金利は70戦目だから、ちょっと道のりはまだまだ長いですけどね。まあでも、小さく積み重ねることが大事っても、わいもこれまでの人生でも実感しておりますので、ドカンとなんか、大きな成功を成し遂げようとかっていうのってなかなか難しいんですよ。結局、小さく積み重ねていった結果、もう高みに近づくと。コメットパンチ。剣の舞。コメットパンチ当てろよ。はい、オッケー当たる。これ一撃で落ちますよね。落ちますよね。あ！コメントパンチ。うわあ！ゲンガーに変えなくてよかった。今、ゲンガーに変えようかと思ったんですよ。鉄火にシャドーボール覚えてんのか。いや、今までは、初手にゲンガーを出していたので、10万ボルトで安定して倒せていたんですけど、メタゴルスに変えたことによって、ちょっと手こずりましたね。コメントパンチ。ダメージを50食らってしまいましたが。おっと。つぼつぼ柔らかいな。アーマルド OK？コメットパンチ。おっと、守られていく。コメットパンチ。いやー、この3体はもう、グロスとの相性が良かった。なんだかんだ言って、やっぱり運大事ですからね。3対3ですからね。洋次郎さん、対戦ありがとうございました。タイプ相性マジ大事。どのポケモンと当たるかっていう運と、追加効果なり急所なりが発動するかっていう運。なんだかんだ言ってやっぱり大事。まあ、その運を引き寄せる力がね、まあ、トレーナーの力量でもあるんで。こじつけだが。あ、ちょっと今上空に、飛行機が、エアープレインが飛んでいて、その、ちょっとサウンドが入ってるかもしれないです、マイクに。すいません。自信を受け流していく。レートパンチ。おい。あ、ちょっと今、マイハウスの前に、ものすごい音のバイクが通ったので、音が入ったかもしれないです。アブソルはメタグロス。メタグロスだな。ゲンガの道連れで、友倒れもちょっと一瞬能力をよぎりましたけれども。アイアンテールは小さくないね、ダメージが。マジで？後悔メソッドでこんなに入んの？コメントパンチ。俺の方が早い。OK？ うわぁ、アブソル。カビゴン、おい。大爆発。はい。3体目にカビゴンって立ち悪いな、マジ。部屋が寒い。暖房器具の音がうるさすぎて。実況プレイをするときには空調を切る。これ実況者あるあるだと思うんですよね。ジェントルマンのパーカーさん。いいね。クリアボディをトレースされた。コメットパンチが当たるわけ？さあ、ないとあれだよ。サイコキネスかマジカルリーフを打ってくるよ。あ、急所でしたね。いいな。ヘラクロス OK？
カウンター怖いな。まあでもちょっと警戒しすぎか、ここでカウンター警戒は。でここコメットパンチ当てて耐えられて、虫の知らせが発動してメガホンで一撃で確かやられちゃうんだよな。んでも根性かもしんないしな、どうせ後発のポケモンでやれるし。ここはコメットパンチでいくか。警戒するのは大事だが、しすぎは良くない。あ、地震。これ耐えますね。8割ぐらい入って耐える。はい。地震。よーし。ラス1。ウィンディ。心底覚えてたら、刺しでは負けるが。コラエルでまずカムラの実を発動させます。多分相手の方が早いからね。オーバーヒー、おっとかわしてしまった。マジか。グロス温存。グロス温存でリザードに変えてオーバーヒー食らうのでも痛いな。地震。おっと、また外していく。うん、いや今ワンチャンメタグロスの方が早いかもしれないっていう期待を込めて打ったんですよね。自信をこらえる。こらえるは守ると同様に2回連続決めようとすると成功率が 50% です。ちなみに3回連続は3回目が 25% です。これ相手が心底覚えてたらしゃあないですね。相手は白いハーブ、こちらカムラの実を発動。地震。おー、覚えてましたね。ウィンディといえばもう神速。マジで。ウィザードン。地震。はい、パーカーさん対戦ありがとうございました。4人目、ペース早いですね。8分にも満たない時間ですでに3人を倒しました。脅威のスピード。万里さん、ちょっとでも慎重にやりたい。ハピナスか。当ててはい、当たる。これ7割入ります。7割。おっと、ちょっと硬いな。だが攻撃が上がりました。特攻アタッカー、ハピナス。これ特攻上がっ、攻撃がさっき上がったおかげで地震で倒せるんですよね。これはさっき攻撃上がってなくてコメットパンチこれ外してたらちょっとやばかったな。あ、ミルタンクね、こいつ影分身で翻弄してくるんで、もう早めに大爆発。ミルタンクはマジ強いよ。で、茜のミルタンクといい、バトルタワーのミルタンクといい、僕ミルタンクはねマジ中ポケだと思いますね。ゲンガー、ツボツボ。ああ、ちょっとやばいな。グロスが担当していたポケモンですが、まあでも、これしょうがないですよね。あそこで爆発するのは。リザードに変えるわ。毒毒を入れたい、早めに。眠る型だったら、ちょっとその時考える。影分身そうだろうな。転がるを覚えてるツボツボってね、実は少ないんですよね。どこどこ当てろ。よーし、あと相手が眠る型じゃなければ、巻きつくか。オーバーヒー打っておきましょうか。オーバーヒー
当たる。つぼ焼きにしていく。おお、結構入るな。マジか、こんなに入るのか。影分身、これ次のターンおばひ当てれれば落とせるな。巻きつくのダメージ、相手は猛毒のダメージ。当ててくれ。あ、やった。影分身をものともせず壺焼きすることに成功しましたね。万里さんに対戦されてました。いや、メタグロスを失った状態でツボツボ出てきた時はちょっとやばいなと思ったけど、まあ運を味方につけて勝ちましたね。あれ、相手が転がるとか打ってきたら、さすがにツボツボの攻撃種族値でもリザードンにタイプ14倍威力の、だから実質6倍の転がるはやばいよ。マジでやばいよ。危なかったな。リザードンに変える。宿り木の種、影分身型のシギバナはマジ陰キャだよ。あ、日本バラソーラービームシギバナはマジ陽キャだわ。おい、おばひ、焼き払っていく。まだまだ日差しが強いターンは続きます。うん、この色違いリザードのためにきっと お膳立てしてくれたんだろうな、今な。お、メガニウム焼いてくださいと言わんばかりの。おい、不思議花の背中に生えてる花とメガニウムの首から生えてる花が似すぎ。うん、うわ、ひるむな。せっかくだから打ってやるよ。日差し強いし、相手の波乗りの力半減だし。うわ、急所。うわ、竜の前、竜の前怖いな。日差しが強いよ。まあでもさすがにでもここを変えるか。リザードンすごすぎ、強すぎー。ああ、眠られてしまっていく。そうな、竜の前型はあれだよな、眠る覚えてたもんな。でもさ、物理技覚えてなくねえと思うんだけど。10万ボルト、ギガドレインとかうまく駆使して確定数をずらしたい。竜の前、そろそろ素早さ逃れるかも。冷凍ビームがゲンガを襲うが、これは急所でも耐えるはず。うん、クラッドダメージ44か。もう一発いけそうだな。ってことは次波乗りでも耐えるな、これな。10万ボルト、うわ、眠る。だが相手はカゴの実をすでに食べてしまっているので、ちょっと似たままですね。うん、10万ボルト、ギガドレイン入れとく。10万ボルト、これあれだな、10万ボルト落とせないし、相手次また眠る使ってきますもんね。じゃあ据え打ちにしとくか。ちょっとハイドロポンプとか打ってくると倒されかねないので。で、起きて、あれだよな、ハイドロポンプ、あれだよな、なんだっけ、眠るだろ。はい、起きたと思ったらもう二度寝すると。とんでもねえニュートキングドラ、おい。あ、コーランス引いてんね。これ3発でワンチャンいけるかも。3発でワンチャンいけるかも。なんか前もこのくだりあったよな。コーランスを3回連続で引くとね、
キングトラ落ちるんですよね、これ。落ちろ。まあしゃあないな。眠るだろ、また。めんどくせえキングドラ。おい、高乱数引け。低乱数っぽかったらギガドレインするわ。あ、高乱数ですね。これと同じだけ3発入ってほしいな。無理っぽいな。頼む頼む。ああ、もう目を覚ました。もう無限ループじゃんかよ。こっち PP 増やしてるけど、ちょっとそろそろでも急所引いてもいいんじゃないか。1回でも急所当てればもう倒せますからね。それであと13発。めんどくせえな。急所。あ、やりましたね。はい、6人目。今のキングドラでめっちゃ時間食ったな。動画の尺がなくなっちゃいました。動画の尺が長くなると編集に時間がかかって、投稿に時間がかかって、誰も得しない。リザードンやばい、リザードンやばい。こらえる。オーバーヒコイ、オーバーヒコイ。やけどリスクがないオーバーヒコイ。よし、これでカムラのミュー発動。メタグロス素早さ実数値が201になりました。大爆発。レザドン破壊していく。おい、2対2ですね。じゃあ耐久が低い2対、少し心配ではありますが、やられる前にやる精神でいきましょう。うわっ、殴り勝てない、臭いな。道連れ連打安定か、これ。いや、そんなことはないな。10万ボルト、九州へ麻痺を期待できる。ほら、これだよ。あ、さっきと同じ方だ、めんどくせ。でも俺一回積まれただけじゃあれですよね。俺の方が早い。しかもこれさっき九州に当たっただけじゃなくて、めっちゃ高乱数引いてるわ。10万ボルト、これで落ちますね。これで落ちる。はい、さっきの尺伸ばしキングドラ、きっと俺にちょっと動画の尺伸ばしちゃって申し訳ないという気持ちが働いたんだろうな。自ら九州に当たってくれた模様。冷凍パンチどこし。いやー、まあリザードメザコール覚えてたんで、さっきのなんだキングドラと道連れです相打ちになってたとしても、まあ僕の勝ちでしたね。7人目。俺49戦目。49戦目強いよ、マジで。だから、順伝3体で来るんだっけ？確定ではないのかな？慎重に行きましょう、慎重に。ルリさん。うわぁ！ヤドキング来た。あー。ヤドキングってでもあれですよね。ヤドランほど物理耐久高くないんだよな。ちょっとまず、
軽く芝居ていく。せめて拡散。うわ無理だわ。地震で倒すのは無理。しかもこれ食べ残し？もうこれ核6ぐらいじゃないの？他に手立てがないよな。最近で撃ってくるから、てか度忘れ積まれたからもうゲンガーでも倒せないし。待って、これさグロス温存してゲンガーで道連れした方がいいかな。グロスとゲンガーどっち温存するべきかな。宿、ちょっと暴挙かな。さすがにここで、それぞれね倒せる相手が違うんですけど、でもただヌオーとかラグラージとか出てきた時にゲンがすごいアドバンテージ取れるんで、しゃあない。クロスを捨てる。ケチと出るか京と出るか、この判断が今はまだ神のみぞ知る。グロスとゲンガーを天秤にかけてグロスを捨てることを決断した判断はいかに。あ、やばいかも。熱い芝だよね、相手特性ね。ジモンボルト。呪い。でもタイプ1ノーマル技が効かないんで、これ拡散だよな。10万ボルト拡散でいけるだろうな。あ、いけるいけるいける。ミルク飲みで飲まれていっても一回急所当てれば、もしくは麻痺を引けば戦況変わりますね。頼む。呪い積まれる。え、転がる。いや、岩雪崩。なんだ物量図何覚えてんのこいつ。ヨーグルト。あ、麻痺。よし。え、うわー、せっかく。いや、まだでもこっちの方が優勢感あるんで、ジモンボルト。これもしかしたらさ、相手ゲンガーに対して、だって、あ、でもシャドウボルトが覚えてたらやばいな。あ、またマヒー、すごい。これ相手が一回でもしびれて動けないを引いてくれると、しびれて動けないか急所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 。え、この後に及んで、お前。ジモンボルト。よし、当たる。しびれて動けない、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 しびれて、あーん。掛け分子に積まれてるよ。当たるよ。よし。これ一回外しちゃうとね、ミルク飲めて回復されてもちょっと面倒ですからね。しびれて動けない、しびれて。しびれないな、こいつ。2割5分やぞ、おい。当たって。よし。はあ、もう早く早く。急所、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 来ない。なんで動くの、こいつ、毎回。当てろ。よし。偉い。偉い、偉い。向こうも強運だが、こっちも強運だよ。うわぁ。ジモンボルト。だぁ。あ、しびれて動けない。なんか俺たち相性いいんじゃないか？ジモンボルト。よし。もう一回しびれて動けなければ、アドだよ。うぇぇ。これ相手もしかしてゲンガーに打てる技ないんじゃないの？なんか、のしかかりと、
地震みたいな。地守ると。よし。PP ちょっと、やばいよ。呪いね。なぜミルクを飲まなかった？呪文ボルト。よし。急所。なんでこいつ毎回。呪文ボルト。よし。この戦いすげえストレスフルなんですけど。肝心なところでしっかり動くんだよな。 PP 残り9か。当てていくね。よし、これ次当てれば落ちる。当てれば落ちる。ジモンブルドだから。もう10万ボルト当たる。呪い、呪ってんじゃねえよ。おい、10万ボルト。よし。しびれて動けない、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 しびれて。おミルク飲むじゃないの。次当てれば俺のがちょっと10万ボルト。あれだな、ピーピー温存しよう。ギガドレイン2回ます。当たれ。よし。ミルタンク撃破。相手ラス1。あ、チルタル速攻冷凍パンチで。よし、ちょっとギリ耐えられそうだけど。ああ、この試合マジやばい。酸欠だよ。あ、一撃めまいする。本当にちょっとチカチカします。本当にやば。49連勝。ああ、こんなに感動を与えてくれる。あ、いよいよ次は50人目トレーナーですね。これから7人を勝ち抜くためにあなたのポケモンに記念リボンが贈られます。ずっとこの3体でやってるので記念リボンすでについてます。20年経ってもまだ俺に感動を与えてくれるエメラルドは神ゲー。ご視聴ありがとうございました。